100% 新車感。国内全メーカー新車の最安値に挑戦中。ご視聴いただきありがとうございます。 100% 新車館酒々井成田空港店の山田です。今回ご紹介させていただきますお車はこちら CHR と、この後ご紹介させていただきますフォレスターでございます。前回ですね、このキャリーバッグ乗せてみたの動画かなり好評だったので、第2弾ということで今回紹介させていただければと思います。またこの CHR のカロツェリア特別限定車ですね、こちらのご紹介もさせていただければと思います。先にこちらのご紹介させていただきます。カロツエリアの特別限定車、こちらグレードがですね CHR の 1.8G、モードネロでございます。こちらの場合ですね、この特別価格ということで3,279,000円ですね、こちらでご提供させていただいております。今回こちらの特別低金利ということで 1.5% の金利、ローンの元金がですねこちら無制限で120回、最長、10年まで組むことができます。またボーナスもですね、ボーナス頭金ゼロからでも可能でございます。ついているものの装備といたしましては、こちらサイバーナビというナビの、8インチ、あとはフロアマットだったり ETC、 あとバックカメラ、こちらがですね打角センサーといって、ちょっと名前だけでは分かりづらいかと思うんですけど、バックカメラの方ですね、作動させていただきますと線が出まして、ハンドルシフトですね曲げていただきますと、線も一緒にこう曲がるような、そんな仕組みのあるセンサーでございます。あとはこちらホイールの部分ですね、ここにカロツエリアっていう風に入っているキャップとデータ通信用専用モジュールついております。またさらにこちらの安心プロテクトというのですね、こちらがついてまして、ボディーコーティングやこの防弾プロテクト、名前だけちょっと分かりづらいかと思います、フロントガラスの防弾施工させていただくような形になります。あとはこちら買い取り保証もさせていただきます。こちらのセットが入った状態で、こちら最長120回で組んだ時にですね31,700円で組むことができますので、ぜひぜひよろしければご検討いただければと思います。またグレードもですね、お好きなの選ぶことができるようになっておりますので、ちょっとグレード違うけどどれぐらいになるのかなと気になる方、ぜひぜひお問い合わせいただければと思います。ではちょっとこちら入れていきたいと思います。ちょっと待ちくださいね、よいしょ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 、ちょっと私ゴルフをやらないもので、キャディバッグを持ったことがないのでちょっと不慣れなところはあるんですが、よいしょ、ではちょっと開けさせていただきまして、よいしょ、 CHR のカタログにですね、ちょっと手袋なんで開けづらいんですけど、このように、おっと、すいません、このようにですねカタログにラゲージの容量は書いてるんですけど、長さだったりどれぐらい入るのか実際ですね書いていないので、ちょっと今回載せさせていただいて、どれぐらいかっていうのを見ていただければと思います。ではね、すいません、こちらそのままちょっと入れてみると、このようにちょっとですね後ろ突っかかっちゃうんですね、こちら入らないの分かりますかね、ここちょっと突っかかっちゃって入らないんですけど、ここのよいしょよいしょ、なんと隠しで、ここにですねこのように隙間があるんですね。このカバーがですね、名前の方が、こちらがデッキサイドデッキカバーで、ここのスペースのことをですねデッキリムと言います。でここの幅がですね、よいしょよいしょ、
よし、これで測りますと、だいたいここですね、15センチ伸びます。で、こちら、ここ1箇所ではなくて、サイドにございますので、2つ開けることによって、15センチが ×2 なので、30センチ伸びます。で、30センチ伸びると、ここによいしょ、すっぽりと、よいしょよいしょ、おとととこのように入ることができますので、まあ、このように長いものを入れるときにはですね、よろしければここカバー外していただければすっぽりと入るようになっております。もちろんこのようにちょっと倒していただいて縦に入れることもできますので、まあ、どちらか使いやすい方でちょっと選んでいただければと思います。よいしょよいしょ、ちょっと取り出させていただきますね。よいしょ、こちらですね、 CHR の場合はここ開けさせていただければ載せられるということで、ご紹介を以上とさせていただきます。続きましてパレスタの方ですね、ご紹介させていただきたいと思いますので、引き続き見ていただければと思います。では先ほどの続きのフォレスターですね、ご紹介させていただきたいと思います。前回第1弾で載せさせていただいた時にコメントでですね、フォレスターちょっと見たいなっていうコメントがございましたので、今回載せさせていただきます。カタログですね、このように書かれているって、自転車載せることができるよっていうふうに書いてあるんですが、まあ、実際これが2名乗車時って月あの時って書いてるんですけど、実際これが4人の時、4人乗りの時だったら横幅どれぐらいかっていうのはここに書いてるんですけど、まあ、数字よりも実際乗せてみてどれぐらいか見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、乗せさせていただきます。そうですね、ボタン1個でフォレスターは開けることができまして、このようにスムーズに乗せることができます。またですね、先ほど開けて場所なんですけど、ここもともとフォレスの場合は開いておりますので、例えば少しスススッと詰めて、ここに物何か少しでも乗せるようなことがありましたら、ここに積むこともできるようになっております。ちょっと奥行きがですね、これぐらいしかいかないので、ちょっと2個横に並べるのは難しいかなと思います。まあちょっと 1個かなっていう感じですね。あと例えばなんですけど、私なんか特にやってないので、これ持ちながら開けたり閉めたりするの大変なんですけど、バックドアこちらですね、ボタン一つで開け閉めできますので、これ持ち、キャリーバッグ持ちながらでも簡単にできるかなと思います。ちょっと前に失礼いたします。軽く、フォレスターと CHR の後ろのですね、ラゲッジのルーム、ラゲッジスペースの部分ご紹介できたかなと思います。またですね、他に何かこの車でやってもらいたいとかっていうのをご要望あれば、コメント欄に書いていただければ、このようにフォレスターと同じようにやらせていただきたいと思いますので、よろしければコメントいただければと思います。またチャンネル登録ですね、お気に入りしていただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。では今回ご紹介させていただきました CHR フォレスター、ご紹介以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。